どうも、時尾の森です。やっとですね、デスク、配線周りなどね、今日一日かけて、終わりました。で、今現在ね、ここすっきりした状態です。いやー、ちょっとね、簡単なね、デスク周りね、ご紹介しようと思います。本当ね、僕ね、本当大したものを持ってないんですね。紹介するって言ってもそんなないんですけど、ちょっと軽くね、紹介したいと思います。はい、こちらが僕の、デスクになります。キーボードはですね、アイクリーバーなんとかっていうね、このキーボードですね。はい、はい、でマウスなんですけど、まあこれもね、 YouTube でよく紹介されているロジクールのトラックボールのついているすごい使いやすいねマウスです。で、こちらね、上行くと、ベンキューのねスクリーンバーハローですね、の新しいものですね。でここに、操作できるのがついてて、ここで、明かりを変えるという感じですかね。はい、でこれでこれで調節するという感じですかね。このね、モニターなんですけど、ウルトラワイドモニターの35インチになります。35インチなんですけど、実はですね、これ僕何ともなかった液晶画面がですね、今日僕このデスクをね、綺麗にするというのでモニターアームから全て外したんですけど、その時ですね、勢い余ってこのモニターが、衝撃を受けてしまいました。で結果こうなってしまったんです。はい、画面がね欠けてしまいました。まだね、なんとかね、この真ん中がね、使えるんで、ここの端の部分なんでね、まあまあまあしょうがないかなっていう感じで、ちょっとね衝撃が大きすぎて大丈夫だろうと思ったんですけど、結局ね衝撃を受けてあそこの角っこがやられてしまったという感じです。机の下なんですけど、ケーブルね、配線周りなんですけど、これはですね、3話サプライの、昇降デスク用の、このメッシュケーブルトレーみたいなのをね、これを買ってしまって、ここね、このパーツ、フックをね取り付けるのに穴が違っていたんですけど、ネジをね、買って自分で穴開けて付けたという感じですね。でここの中にはね、ケーブルがごちゃごちゃと入っております。なんで見た目もうすっきりですね。こう見ると何にも見えない、ほんと見えない状態で、まあこの辺はね、前に USB ね、つながってるんで、ここはもうどうしようもないという感じですかね。で、うん、まああとは垂れてるのはもう本当この昇降デスクのこの電源のケーブル、延長ケーブルのみで、降りてます。でこれは、フレキスポットの、純正のですね、引き出しです。後付けで、くっつけてあります。でここに僕の、今の現在のメイン PC、デルの、ノート PC が、ついていて、でここはですね、これも後付けの、まあ、Amazon で購入した引き出しですね、をつけております。まあ配線周りこんな感じで何もない状況になりました。なのでこう見るともうほとんどね、ケーブル何もない状態で見えない状況になりました。でこの上に戻ってですね、このモニターを、上にこう上げるとですね、僕のね一番重要なマイク、シュアの MV7 が、ついています。でここにね、モニタリングする用のね、イヤホンが、つながってるという感じで、あとケーブルなんですけど、まあ、充電用のケーブル、まだそんなにね、準備してないんですけど、このね、キーボード充電するんで、マグネット式の、ケーブルですねを、ここにくっつけてポチッと、こんな感じで充電するという感じで、いつでも充電できるようになっています。であとはね、このマイクロ USB が1本、まだね後からねちょっと付け足そうかなと思ってるんですけど、まあそれぐらいですね。まあそんな感じで、デスク周りこんな感じになっております。いかがだったでしょうか。
簡単なんですけど、僕のデスク周り、今現在の新しくなったデスク周りをご紹介いたしました。ちょっとね、画面がですね欠けてしまって、ちょっとショックな出来事が起きたんですけど、まあこれでね、新しいすっきりとしたデスクが出来上がったので、まあここでね、新たな作業ができるんじゃないかなと思います。もし参考になればいいなと思って、このデスク環境、簡単に動画にしてみました。また後日ですね、このデスク、この裏側ね、配線をね、ごちゃごちゃとやってる模様の動画とかね、あとね、このモニターがね、衝撃的に落ちるっていう瞬間が、動画に収められたので、多分はいので、その模様、含めて動画、アップされると思います。お楽しみにしておいてください。それでは、今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。時はの森でした。さよなら。